伝説のミッサージ GT5 も実況。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いやー、今日はね、自分関東に住んでるんですが、ものすごく快晴でめちゃくちゃ暑い真夏日。このね、動画を撮ってるのがね、2014年の7月11日なんですけど、2012年4月10日、昨日ですね、日本全域を襲う大きな超大型台風、マジで。もうね、大雨でね、ところによれば土砂崩れで山が崩れちゃったりとかさ、マジ自然の猛威ってやべえなって、本当に改めて思わされて、っていう挨拶はさておき、はい。今回はね、ブログの方に YouTube リクエストをくれた方がいます。白麗ふかっしーさんという方です。その方の、リクエストを読み上げていきます。はじめまして、Mr.GT5 もつさんの実況大好きです。ありがとうございます。あのリクエストなんですが、 YouTube では僕コメントできないので。マジっすか、こちらでしていいですか。いいっすよ。 GTO でダンプカーに大人数で乗ってビルから落ちてみてください。僕ゲーム持ってないので動画で見てます。 YouTube でコメントできなくてすいません。はい、全然問題ないですよ。別にね、あのブログでもね、企画のね募集やってますんで全然謝んなくていいですよ。っていうか YouTube 見てるのに YouTube でコメントできないんかい。まあ、多分ね、あの Google のね登録してないとかなんかなんでしょうね。はい、あー、ということでね、今日はねダンプカーを、まずこうやってカーゴボブでね釣りに来てるわけですが、その前にちょっと自分の芸術作品作ってるところにですね、呼んでもいないこの SPA ドリフト 180RX というこのライムグリーンの前頭のフレンドが呼んでもいないのに来てくれてですね、運が悪いっすね、僕のカーゴボブに釣られちゃうなんて。はい、まあ多分何にもね知らずにここに来たと思います。こんな予定じゃなかったのに。ママ助けて、僕変な鉄塔の上に変なヘリに乗せられて拉致られちゃったよ。誰も助けてくれるやついねえぜ。鉄鋼封印、君は永久に鉄塔の中で固まってパンチ固め鉄鋼封印される運命なのさ。ちなみに真下にあるのは僕の可愛いピンクの愛車パンダちゃんだよ。その二人どう、その二人と二人きりで一緒になれるなんて光栄だと思えや。ってことでね、君ごめんなさい、置き去りにさせていただきます。恨むなら僕のカーゴボブの紐を恨んでね。ってことで、今回はね、白麗ふかっしーさんの、ダンプカーを、ダンプカーね、リクエストということでダンプカー取りに行きたいと思います。早速、はい、今回はですね、ケイピットさんというフレンドの方にダンプカーの操縦をお願いした時の回の映像です。はい、私一人でね貸し切りとかマジ贅沢、めっちゃ贅沢が多い。いきなり大失敗や。これはもう話になりませんね。いや、うまいところに着地してるとね、最後までね、落ちずにいけるんですが、あ、ケイピットさん運転手死んじゃいましたね。これはシートベルトのし忘れかな。衝撃で死んじゃったんですね。衝撃死ですね。そしてその上を何事もなかったかのように降り立つ私、対照的ですね。いやー、このリクエストもね、ただ皆さんと、一緒にダンプカーに乗って落ちるところを楽しんでくださいというスリルを味わってくださいというただの、まあ、そういうリクエストなんですけども、これ実際やってみるとね、地上まで、落ちずにちゃんとね最後まで乗っていられるかっていうチャレンジにも取れますね、これはね。今回ってかなり多くの方が参加してくれてるけど、お、結構ついてる、結構ついてるよ、結構ついてる、そうそうそう、結構続くんだよこれ。あ、でもそう、そう、ここで落ちちゃってですね、でこの後パラシュート開いて、奇跡の、ダンプカーへの着地。すごいでしょ皆さん、わかりますこれ。ダンプカーから一度落ちてもう一回ダンプカーに再びまた戻るとね、いうね、もう神業を成し遂げているシーンですよ。わかりますこれね。いや、まぐれですかねこれ。なかなかね狙って決められる技じゃないですよ。まあ皆さん本当に面白いんでね、あのダンプカーを持っていくまで結構時間かかるんですけど、爆発しちゃったり爆発されちゃったりとかね、まあ面白いんでぜひやってみてください。はい、さあ超贅沢ですね。真夜中ロスサントスのこの夜景を眺めながら、滝のように落っこっていくという、うわー、いくよこれ。マジでもう金玉浮くんだよね。うおー、すげえすげえすげえ、うおーうおー浮くね。うわ、え殴り殺された。うわー、どういうことやね。謎のシーン、日頃の行いが悪かったですね。いやー、にしてもね、これ結構ダンプカーだから足場が結構あるけど、にしてもシートベルトとか命綱とか一切ないわけだからさ、いやこれ結構怖いよ。結構実際やってみるとほんとね、見てるのとやってみるのとね全然違うね、違うもんがあるね。うん、いやー、俺ほんと高所恐怖症だし、あのさ、ゲームでも結構金玉浮くんだよね。あ、いやマジで俺ほんとね、チンパンジーだっけ、あの、あ、違う、バンジージャンプか、あ、バンジージャンプとか絶対できない派だから。いや、できないっていうか、そもそもそれ以前にやらない派だから、まずやれないっていうか、やらないっていうか、ありえないからね。もうやったらもう死んじゃうよ、もうびっくりびっくり。ってことで今回はね運転ですけどもね、自分はね落ちようがないっていうね、はい、浮くことはないです、宙に出されることはない。さあレッツゴー。うわ
ね、なんかみんなラグでめっちゃピョン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 跳ねまくってるぞ。おおでも結構、あそうそうそう、水星水平保つ、ごめん最後のどんぶり返しがすげえな、これ。おいみんなめっちゃ吹っ飛んでるけどよ、これやべえな、おいやべえんじゃないの。砂利だけは吹っ飛ばなかったけど、セメントで砂利がガチガチ固められてあんのかな、これ。いやーでも最後の最後まで吹っ飛ばなかった。俺結構うまいんじゃない、これ。俺結構センスあるよ、俺結構センスある。そうなんだよな。まあ相変わらずこの迷彩柄着てますわ。この迷彩柄マジでおすすめなんで、かっこいいですからね、皆さんね。ぜひね、この服装ね、うん、一度はやってみるといいよ。マジかっこいいからってことでね、これ記念写真撮ろうとするんだけども、これ左の怪しい黒の黒塗りの車がバーン、もう必ずいるんですよね。野良で企画をやると必ずこういうね、一匹狼が邪魔をしてくるということで、で最後はお決まりのね、その一匹狼に報復するという、数の力で黙らせるというね。もうこの動画チャンネルではもうこれかな、よくやってきたよね。これでアパートに立てこもってくれました、今ねロケラン払ってくれたこのホークという方ね、ホークアイド02063という方です。はい、動画を盛り上げてくれるの最高に面白いやつじゃねえかってことで、出てきたところ、この粘着爆弾敷き詰められた床で接待してやりてえと思います。いやー、こんなねゴージャスなね、この大胆な贅沢な接待、自分もこれだけ目立ってるわけですからね。おーこのね、アメリカ国旗のね、スモークに感動してる間に、ね、出てきちゃいました、敵が。そして逃した、さあ捕らえろ捕らえろってことでみんなで応援に行くわけですけども、めっちゃくちゃ盛り上がったよねこれ。本命より盛り上がってんじゃねえかこれ。おい大丈夫かおい、てこの野郎、待て待て、てめえの尻尾掴んでやるからってこうやって追いに行くわけですけど、まさかの戦車を用意したっていうオチです。これですね、なんでこんなところに逃げてきたのかって言ったら、まあそういうことだったってわけで、でもね、RPG ぶち込めばね、これだけ稼いでるからね、もう瞬殺ですよ。戦車なんか何にも怖くねえ、もう数の力こそ最強ですから、数こそ正義なんだよ、おめえ。質より量だよ。このクルーは質より量だよ。ね、調子こいで打ちまくってたらね、フレンド K ピットさん、さっきのダンプカーの運転手殺しちゃったっていうオチですけど、いや、申し訳ねえ。ダンプカーでね、一回死んでますからね、K ピットさん。で、俺の RPG でも殺されて、二度も死んで、かわいそうに。あとでね、脳内で墓作ってやんないとね、かわいそうに。まあね、敵のね、戦車をこうやって燃やしてやってですね、イエーイと、この上でね、腰振ってみんなで決めたいところですが、まさかの LSPD にやられるってオチ。まあ楽しいのは皆さん、このダンプカーの企画本当おすすめですよね。ぜひね、真似てやってほしいと思います。でもね、結構、あの F、違う、メイズバンクか。メイズバンクのビルにね、持ち上げるまでは結構時間かかっちゃうね。よく、結構ぐだりよ。大変なんでね。野良なんかでやんない方がいいよ。戦闘機にね、珍しがられてね、速攻でミサイル放たれて、速攻で終わるから。ということで、イベントなんかでね、ぜひね、使っていただければと思いますね。私の動画でやった企画はね、どんどん真似てもらっていいですから、もう許可とかいらないですから、面白いものどんどん真似ましょう。ね。ってことで、白霊フカッシーさんのリクエストでした。ありがとうございます。バンバンリクエスト受け付けてますんで、もっともっとよこしてよこして、ちょんまけ、バイバイ。